ご視聴ありがとうございます。この動画は、1980年代のパソコン事情、8ビット戦争、16ビット戦争を通して、パソコンの歴史を楽しむ動画です。ご視聴ありがとうございます。今回は、NEC の PC9801 について案内します。NEC の PC9801 シリーズは、1982年に発売され、1997年に、PC98NX シリーズが、発売されるまでの15年間販売され続けた、ベストセラーパソコンだよ。1980年代後半には、パソコン市場の9割を占めていた、日本を代表する、パソコンだったんだ。PC9801 シリーズは、4つの世代に分類できるんだ。1982年から1984年に、発売されたのが、第1世代の PC9801 シリーズ。インテルの CPU-80865 互換を搭載したマシン。NEC のベストセラー PC8801 のソフトウェア資産を継承し、16ビット時代の地盤を築いたマシン。1985年から1988年に発売された第2世代の PC9801 シリーズ。NEC の自社開発した CPU-V30 を搭載したマシン。標準的なハードウェア仕様が確立され、圧倒的なシェアを獲得した。1986年から1992年まで発売された第3世代の PC9801 シリーズ。インテルの CPU-80286、80386を搭載したマシン。MS-DOS の浸透とともに、乱熟期、絶頂期を迎えた。1993年から1997年まで発売された第4世代の PC9801 シリーズ。インテルの CPU-486 を搭載したマシン。この頃から、海外からコストパフォーマンスに優れた PC80 互換機パソコンの本格的な日本市場上陸が始まった。海外のパソコンに対抗して乗り切りを図ったが、ついに PC9801 シリーズは終焉を迎えた。無念。まとめると、PC9801 シリーズは、1982年に発売された第1世代で、PC8801 からのユーザー移行を促し、16ビット時代へ。1985年から発売された第2世代で、PC9801 の標準化に成功、圧倒的なシェアを獲得した。そして、1986年からの第3世代で PC9801 は成熟期を迎える。この世の花。1993年から発売された第4世代は海外からの PC80 互換機パソコンの上陸により PC9801 シリーズはその役割を終えた。ライフサイクルで見ると第1世代が導入期、第2世代が成長期、第3世代が成熟期、第4世代が衰退期。って、ところかな。栄枯盛衰の物語だね。これを CPU の世代で見てみると、1980年から1985年までの8ビット世代、
1985年から1990年までの16ビット世代、1990年以降の32ビット世代に分けられる。8ビット世代は NEC の PC8801 の時代、16ビット世代は NEC の PC9801 の時代、32ビット世代は PC8 互換機の時代。 PC9801 は CPU 16ビット世代の勝ち組パソコンというわけだね。そうだね。 PC は CPU 8ビット世代の PC8801 かな。 CPU 16ビット世代の PC9801 への世代交代に成功。でも CPU 32ビット世代にライバルの PC8 互換機に負けたってところかな。そうだね。 CPU 32ビット世代からOS は Windows の時代へ突入。パソコンのハードは世界共通になり、パソコンメーカーが作る独自規格パソコンは必要なくなったんだよ。マイクロソフトの OS Windows95 が発売されて以降、パソコンは爆発的な販売数を記録して、パソコンは一人一台の時代へと移っていったんだ。でも、PC9801 のおかげで、日本独自のパソコン文化が生まれ、その資産は、現在にまで受け継がれてるんだ。古きを訪ね、新しきを知る。